年頭にあたりまして主催4団体を代表いたしまして、社団法人日本自動車工業会会長青木聡よりご挨拶申し上げます。皆様、新年明けましておめでとうございます。本日は大変ご多忙のところを多数の方々に面積を賜りまして誠にありがとうございます。自動車工業4団体を代表いたしまして、一言新年のご挨拶をさせていただきたいと申しと思います。改めて申し上げるまでもなく、昨年は日本の自動車産業が今までに経験したことのない急激な経済環境の変化に直面した激動の一年でございました。世界経済は一昨年の秋に始まったグローバルな経済危機の影響により年初から深刻な事態に陥り、その後の世界各国の迅速な経済政策の発動や中国、インドなどの新興国経済の回復によって景気の悪化は底を打ったものと思われますが、国内外ともまだまだ回復に力強さを感じておりません。このような経済環境にあって、昨年の国内自動車需要は四輪車が461万台、これは対前年比 90.7% と5年連続して減少いたしました。また二輪車は43万台、対前年比 76.3% と4年連続減少の見込みとなりました。しかしながら、低炭素車への代替普及促進に資するいわゆるエコカー減税、エコカー補助金制度の効果により、年後半になって四輪車需要は前年を上回り、最悪の状況は脱したと感じております。本年につきましても、為替や株価の変動リスクが懸念されるなど、経済情勢は楽観できる状況にはございませんが、政府による経済対策の実施などにより、景気回復が確実なものとなることを強く期待をしております。こうした経済環境を踏まえ、自動車工業界では、本年の国内四輪車需要を480万台、二輪車需要を40万台と見込んでおります。このように自動車産業を取り巻く環境は今後も厳しい状況が続きますが、自動車産業は我が国の基幹産業として、日本経済や地域社会の発展に寄与するという大きな使命と責務を担っております。今後とも関係省庁、関係業界などあらゆる方面の皆様とも緊密かつ迅速な連携を図りつつ、この困難な局面を乗り切り、その役割を全うしてまいりたいと考えております。克服すべき課題は多岐にわたりますが、このような状況下においてこそ、本年もさまざまな角度から同時並行的に積極的に取り組むことが重要であるとの認識に立ち、安全と環境への取り組み、自由貿易推進のための国際的な相互理解と協力の促進に関する取り組み、車の夢楽しさの訴求と快適な利用環境への取り組み、この3点を事業の柱としてより一層果敢に展開してまいる所存でございます。また多くの国会議員の先生方をはじめ、関係各方面の方々のご尽力により、エコカー補助金制度の本年9月までの延長とエコカー減税の継続が決定されましたので、私どもはこうした措置の効果を最大限に高めるよう努力し、低迷する国内自動車市場の活性化を図ってまいりたいと考えております。最後になりますが、本年も関係各位のご理解ご協力のもと、この厳しい局面を自動車工業4団体一丸となって乗り切ってまいる所存でございますので、
今後とも売給のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本年が皆様におりまして飛躍の年になりますよう祈念いたしまして、私からのご挨拶とさせていただきます。この後は限られた時間ではございますが、ご歓談賜ればと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここでご来賓の方々からご挨拶を頂戴したいと存じます。はじめに直島正幸経済産業大臣よりご挨拶を賜りたいと思います。それでは直島大臣よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。経済産業大臣の直島正幸でございます。自動車工業団体4団体の新年合志交換会のご盛況を心からお喜びを申し上げたいと思います。今青木会長の方からもご挨拶がございました。一昨年のリーマンショック以来の大変厳しい経済情勢が今も続いております。一部の経済指標には確かに持ち直しの動きもございますが、雇用情勢やあるいは中小企業の状況など依然として厳しい状況にございます。また自動車産業につきましても先ほどお話しあった通りでございまして、国内の新車販売は回復の兆しを見せておりますが、生産レベルはリーマンショック前に加えますと依然としてまだ8割ぐらいの状況でございます。こういう経済情勢の中でございますが、私は今年はぜひ明るい年として前に向いて具体的な将来のビジョンを持って一歩を踏み出せる、そういう年にぜひしてまいりたいというふうに思っております。そのためにはもうすぐ国会が始まりますが、21年度の補正第2次補正予算、そして22年度予算をできるだけ早く成立させることであるというふうに思っております。ご承知の通り21年度の補正予算で 7.2 兆円、22年度の予算が 92.3 兆円であります。合わせますと約100兆円の予算規模でございます。これは政府としては今の財政状況等の中で精一杯の景気刺激型の予算編成を行ったということで自負をいたしております。国会において補正予算を早期に成立をさせるとともに22年度予算を年度内に成立をさせていただきまして、そしてこの足元の経済をまず自立回復の軌道に乗せていくことが我々の当面の最大の課題だというふうに思っております。自動車産業におきましてもエコカー補助金もさらに6ヶ月延長させていただくことになりました。エコカー減税、グリーン税制も継続をして実施をさせていただくことにいたしました。暫定税率は少し残念でございましたが、しかしまあささやかではございますが車体課税の部分について減税をさせていただきました。今後自動車税制については特に車体課税の部分に視点を置きながら税制のグリーン化とともに簡素化負担の軽減の観点から抜本的な見直しを検討していくことを先般の税調の取りまとめでも確認をさせていただいたところでございます。ぜひこうした政策にも今後引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っています。現下の経済を回復軌道に乗せた上で昨年の12月30日に鳩山政権としての2020年に向けた成長戦略の基本方針を発表させていただきました。今年はその基本方針に基づき具体策を年全般のうちに練り上げまして、できるものから順次着手をしてまいりたいというふうに思っております。